メルセデスベンツ 190E の安全性について最近インターネットで 190E の安全性についての興味深い情報を見つけました。自動車の安全性は新しいモデルになるたびに向上していくものだと思っていました。特にメルセデスベンツは安全性が高い車として世界的に評価が断トツに高いメーカーです。 ですから、190品、e、W201 も、その後 W202 や W203 や W204 と、モデルチェンジをするたびに、その安全性は高まっているのだろうと思っていました。しかし、アメリカで行われた衝突実験の詳細なデータを調べた人がいて、それによると、実はそうでもなかったようだという報告があったのです。 衝突実験は同じ組織によって1 9 0 e から W204 までの4モデルについて同条件で時速35マイル、時速約5 5キロメートルで行われているため比較することができるようでした。W201 は高速とオフセットクラッシュに最適化された硬いクランプルゾーンと高圧エアバッグにより 低圧エアバッグを備えた剛性の低い車よりもダミーヘッドの加速度が高かったそうです。しかし、頭部と胴体にかかる加速と力は重傷を免れる範囲にとどまり、高速で同様の力を維持し、衝突を相殺するのに十分な余裕がありました。W201 の胸部加速度 60G は、 当時としてはかなり良かったそうです。比較参考として、2022年のカローラは、同じテストで助手席のピーク、胸部加速度が 49G とのこと。W201 のピークヘッド加速度は、自動車の運動方向軸ベクトルで 60G、すべての軸を合成したベクトルでは 80G でした。これは、同じテストで 40G。 全体で 50G に制限できる今の新車よりは悪い数値ですが、それほど悪くはなく重傷を回避できる範囲内とのことでした。大腿骨にかかる力は侵入を防ぐ合成の高い安全構造のおかげで非常に低くなりました。衝突時の室内への変形侵入に関しては、車両の後面からファイアウォールの中心線まで わずか2 5ミリで、当時としては前代未聞の優れた結果でした。各モデルを比較してみましょう。NHTS の時速35マイルの全面テストでのファイヤーボールセンターライン侵入測定値は、次の通りです。W201 は 25mm、W202 は 170mm、W203 は 55mm、 W204 は10、mm、1 0トル。W201 のパッセンジャーセルの安全性は W202 よりもはるかに安全であることがわかります。このテストでは W203 よりも剛性が高い結果でした。それでは W202 の衝突前後の報告書の写真を見てみましょう。 W201 の時よりもフロント部分が激しく潰れていることが見た目からも明らかです W202 を見てみると。 ヘッド加速度が低いため星評価では良いスコアが出ていますが、それはより柔らかいクランプルゾーンと剛性の低いバッセンジャーセルによるものでした。W202 の大腿骨へのダメージは W201 よりもはるかに高く、室内への侵入は170ミリで W201 と比べて7倍もひどいものでした。 これは写真にも現れており、W202 のフロントクランプルゾーンは完全に使い果たされ、ダッシュボードは乗員のエリアに入っていました。次は W203 の衝突前後の報告書の写真を見てみましょう。 次は W204 の衝突前後の報告書の写真を見てみましょう。 4モデルの損傷を比べてみると W201 は古い設計の車ですが、なかなか頑丈なボディであるように思います。W201 全長 4420mm、全幅 1680mm。W202 全長 4495mm、全幅 1720mm。 W203 全長 4535mm 全幅 1730mmW204 全長 4585mm 全幅 1770mmW201 はとても小さなセダンにもかかわらず、その後のモデルチェンジで大きくなっていったモデルと比べて それほど見を取りしない受動的安全性があるのかもしれません。W201 を運転していて感じる独特の剛性感は小さなサイズで現代の大きな車と同等の頑丈さを持つ強靭なボディによるものかもしれません。私はこのレポートを見て ますます W201 モデル 190E のことが好きになりました。30年以上も前の車で故障の心配はつきませんが、もう少し乗っていければなと思っています。また、安全性とは直接は関係ないかもしれませんが、ぶつけた時のエンジンルームの損傷が他のモデルよりもだいぶ少ないのも嬉しいポイントでした。 衝撃を吸収するためとはいえ、こんなに壊れてしまうのは、なんだか悲しいですね。ご視聴ありがとうございました。私のチャンネルでは、W201 を長期間修理してきた様々なノウハウをアップしています。よかったら、チャンネル登録して、ご覧になってみてください。